京都でも寒くなりましたけれども、この寒い中朝早くからお越しいただきまして本当にありがとうございました。第29回須谷龍馬祭追悼式を始めさせていただきます。昭和6年1721年に創業いたしまして、龍馬さんがこちらに結遇されるというか、この2階にお越しになったのは慶応3年1867年須谷の、創設から146年経った頃でございました。で、龍馬さんは慶応3年の6月にこの須谷にお越しになってから、たびたび土佐に帰ったり、下関の方から長崎に行ったり、福井の方に行ったりと、あちらこちらに行かれてますけれども、その旅ごと、京都に戻ってくる旅ごとにこちらの須谷さんですとか大宮さんですとかに宿を変えて、須谷さんの方は龍馬さんをお宅参りされていたということで、でその慶応3年の11月15日に大宮さんの方で亡くなられるわけですけれども、それから146年、今年で147年になるんですけれども、ずっと須谷さんの方ではこの追悼式を中止でさせていただいておりまして、29年前から皆様とご一緒にさせていただくということになっております。龍馬さんをお宅参り申し上げた、幕末の頃というのは多分皆様の方が随分お詳しくいらっしゃると思います。京都の町、京都の商業を担う町衆の方々もいろいろな動乱の中で、これからの日本の行く末を見定めることもなかなか難しく、いろいろな思いで暮らしている中で龍馬さんをお宅参りするというのは大変な決断のいることだったと思っております。その、龍馬さんをお宅参りしたのが、6代ですかね、須谷嘉平でございましたけれども、代々祖先から須谷の家を守ってきまして、今10代になっております。10代の須谷嘉平よりご挨拶申し上げます。じゃ失礼いたします。おはようございます。本当にご縁のたくさんの方がこうしてお越しくださいましてありがとうございます。10代の須谷嘉平中川でございます。まだこの初代から10代、ちょうど今ご紹介いただきましたように147年龍馬が亡くなりまして、その間6代目から7代目が、6代目の息子、私にするとひいおじいさん、それから、8代目が私のおじいさん、そして9代目が私の父、そして10代の私ということで、初代が、1721年享保6年からこの場所、全くここから動かず290年間ほどこうして続いております。10代というと多分皆様はなんかちゃんとした男の方が出てらっしゃるというふうに感じていらっしゃると思うんですが、なぜかこんな私のような女のものが出てまいりまして、初代から10代の間一度も女の当主はございません。初めての私10代目の当主ということでございます。8代目の父、そして8代目の祖父、そして9代目の父、一生懸命この場所を守ってまいりました。ちょうど8代目の祖父は、この場所で、材木屋をもちろんしておりましたけれども、戦争があり、そしてその中をこの河原町三条というところにも、もしも戦火が及ぶかもしれない、ですから河原町通りは全く疎開の人で空っぽでございました。
その中をたった一軒、私だけはここは動かんということで、この家を一人守りました。それを九代目の父が、支えまして、そして男二人で女の者は疎開をし、そして守ってまいりました。その後昭和の時代をですね、戦後、祖父と父が守ってまいりましたが、まさにこの今度は九代目の父、これは皆様ご存知のようにこの場所、京都の中で一番の繁華街でございます。夜の場所でございます。その中を、この家をどうしてもここに置いておくにはどうしたらいいかと苦労に苦労を重ねました。いつも材木の商売をするには朝から起き、そして一生懸命木を担ぎ、そして商売をし、ついにこの場所から、トラック輸送をかないませんので、この町中でございますから、それで、まあ、戦後は、この材木屋を移し、今、千本三条で今なお千本名木商会という材木屋を今なお継続しております。その父がそこで毎日毎日、稼ぎ、日曜も、勤務してですね、お客様に対応し、そんな一生懸命頑張ってくれました。その後がここ、今まだ動かずこの場所に素山が存在するという、そういうことでございます。まさに293年というのは初代から九代目、私は九代でございますが、その九代目の当主までの当主が一生懸命この家だけはどうしても渡さないということで頑張り通した結果、今も全く位置を変えずに、そしてこの場所に素屋が存在し、今なお家業を継承する材木屋でございます。さて、あの幕末のことでございます。ちょうどご紹介にもありました六代目でございます。六代目は大変に、まあ、正義感のある、人でございます。そして、この場所、ちょうど六代となりますと、まあ、150年ぐらいですね、ここでお商売をしておりました。その時でもこの辺りでは、割と古いお家やなということになっておりまして、そしてこの辺り江戸時代は、下中筋22番組という一つの市場上がる、三条下がる、この辺りですね、今の立正学区ということに、小学校の学区で言いますと立正学区ということになりますが、下中筋22番組の、町主の取締りということで、この中に、すぐ近くには彦根藩邸、もう一つ向こうには土佐藩邸がございます。材木の商売もしており、そしてまたこの皆様いらっしゃるその後ろ、これは全て高瀬川の船入りでございます。ですからこの船入りに高瀬船を入れ、そして荷物を京都の南伏見の町へ運んでまいります。まあそういう高瀬船の運送と、そしてもちろん家業の材木屋、そしてこの近くの藩邸、この辺りの取り締まり、いろんなことのが重ねまして、そして龍馬さんとのご縁をいただき、幕末にかくまうということになりました。まあ、現在あの龍馬をかくまうということになりますと、皆さんはああよかったなと、須屋さんの家には歴史があってと、そういうことをおっしゃるかもしれません。しかしながら、それは現代から言う幕末でございます。幕末の時には龍馬海援隊というのは全く身分の低い、しかも全て海援隊は脱藩者でございます。その若者たちの集まり、その集まりをこの2階の皆様見ていらっしゃるこの上、出格子ですね、出格子のこの部屋に間違いなく彼らが集まり、そして幕末大政奉還の仕事をしております。まあその国をひっくり返す、そして新しい日本を作るということはいいでしょうけれども、
幕末も幕末けれどもまだ大政奉還前は、幕府を、頭とした、その日本でございます。ひょっとするとその六代目の命が危ない、そしてこの家も家業も全て失ってしまうという、そういう大きな危機がございます。まあ、恐怖でございます。その中を六代目はこれだけは言うな、一切家からは口外するなということで、そしてこの家だけはどうしてもこの場所に置くように、決して売りなさんなということを言い残して、そして六代目が生きてまいりました。まあ、そんなことで、自分の身に変えて、そして家のすべてをかけて、そして龍馬と海援隊をかくまったわけでございます。まあ本年ちょうどその高瀬川、そこの開削から400年ということになってまいります。まあ江戸の初めからは私の方も、そのことに携わってはいなかったのですが、けれども江戸の中期、ちょうど享保6年1721年から初代がここで営業しておりますので、まあ中期以後はやはり、材木とその高瀬川の運送、これにも大きく関わっておりました。そうすると皆さんいかがでしょう。高瀬川の運送、龍馬さんがやっぱりお船ということになるかと思いますね。多分私が考えるところ、この高瀬船の運送したというこの要因も大きかったと思います。ここから伏見、そして伏見からは三十石の船で大阪、大阪には大阪の港がございますから、大阪港から全国へ、いわゆる日垣海戦、樽垣海戦、北前船と、これで北海道まで全てが水路がつながっております。まあ龍馬がこの2階の出格子の部屋から見た風景、それはこの向かいに船が来て高瀬船の荷揚げをしている、この家の向かいは全て素屋の騎馬であり、船荷の場所でございます。そんなところの風景をこの2階から龍馬さんは見ていたわけです。どんな夢を見ていたわけでしょうか。船荷のつく風景から、その向こうには土佐藩邸がある、これが伏見へ行く、伏見から大阪へ行く、大阪から全国へということで、なお限りなく龍馬はその向こう太平洋、そして世界を見ていたと思います。必ずそうであろうと思います。大政奉還は第一希望、確かにこれは命がけで、本当に海援隊と苦難の末に大政奉還を成し遂げました。これは龍馬の第一希望でございます。ところが第二希望、これは世界に渡る、世界をかける海援隊でございます。その見果てぬ夢をこの出格子から大政奉還、その次には世界の海援隊をやるぞと必ず思っていたと思います。まさにこの世界の中の島国の日本、この日本の中で、この日本が世界の中でどのように生きていくか、そういうことも龍馬はしっかり頭の中に描いていたのではないでしょうか。そんな風に思っております。どうぞ皆様、この後、追悼展の方で2階にお上がりになりましたら、ちょうど幕末嘉永の頃の視野が持ちます、高瀬川の運送の権利、これが、展示をしてございます。まあそんなとこもご覧になりまして、どうぞその様子も思い浮かべていただいたら結構かと思います。
もちろん展示品を見ていただくのも大変ありがたいこととは存じますが、この2階に上がっていただきましたら、龍馬がどのように日本を見ていたか、同じ場所、全く違わず同じ場所を、その場所を共有していただいて、今日本がどうなのか、そして龍馬はどんな思いだったのかと、どうぞお考えいただく、それが諏訪にとってこの場所を維持している、この場所を決して離さずに今も継続しているというこの意味をどうぞお考えいただきまして、2階に上がっていただきましたら、ひととき、そのようなことも頭の中でご自分の日本を描いていただいたらいかがかなと、そういうふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そしてまたこの後、皆様に、お一人ずつ、龍馬さんの方にお参りをしていただきたいと思います。前に、龍馬募金というこういう箱がございます。これは何かと申しますと、毎年毎年こうしていただきました、皆様からの温かいお心を、年末に社会福祉の方に龍馬募金として差し上げております。決してこれは諏訪が頂戴するものではございません。どうぞお心に持つだけで結構でございます。どうぞこれをまた社会福祉の方に龍馬募金として差し上げますので、どうぞよろしくお願いをいたします。まあこういうことで、龍馬の幕末のお話、そしてここから、見果てぬ世界を見ていた龍馬、本年はお話をさせていただきました。どうぞ皆様も、龍馬の思いに浸っていただいて、この11月15日生誕であり、そして追悼であり、その2つの意味をですね、どうぞ思いはかっていただいて、今日一日を龍馬の気持ちでお過ごしいただけたらなと、そういうふうに思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。大変にご挨拶と言いながら、本当に掃除でございます。そういうことでございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。失礼をいたしました。それでは本日さまざまな皆様よりお花ご献酒もいただいております。私です、代表していただきまして、ご来人の方にご挨拶をいただきます。西日本旅客鉄道株式会社京都交流推進委員会事務局長の川田邦弘様に頂戴いたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました川田でございます。本当にこの場、このような場でお話しさせていただくのは本当に恐縮なんですけれども、ご指名でございますので、一言だけ簡単にご挨拶をさせていただきたいと思います。さて、坂本龍馬さんでありまして、私の中でもそうなんですが、皆さんの中でもおそらく英雄だと思います。私の中でも本当に大きな英雄、歴史上の、歴史上稀に見る英雄なんじゃないかなというふうに思っております。その坂本龍馬さんがいらっしゃった、交流されたこの諏訪さんの前で、11月15日を迎えることができまして、私としても非常に感慨深い、そんな気持ちがしております。先ほどご当主様のお話にもございましたように、147回目ということです。先ほど私は歴史上まれに見るというお話をさせていただきましたけれども、逆に言いますと実は147年しか経っていないということになります。この京都、長い京都の歴史の中で147年というと、まあ、多分ちょっと前のことだと思いますので、私たちがあともうちょっと前に生まれていたら、もしかしたら坂本龍馬さんと一緒の時代を生きて、ちょっとぐらい日本の選択に加わることができたかもしれないな、なんてことを、いつも思っておりますが、特に幕末というある程度長いスパンの中から言いますと、大体150年ぐらいの区切りの年を最近迎えているわけでございまして、そのような、もしかしたら自分の身の回りもちょっとぐらい選択できたらいい風に向かっていくのかななんて思うことが、この150年という区切りの時期にあたりまして、いつもよりも強く、感じることができるかなと思っております。まあ、いずれにいたしましても、
こちら、須谷さんの家に置きまして、この11月15日を迎えにあたりまして、この先ほどご当主様のお話にもございましたが、須谷の地を、坂本龍馬さんが投入された須谷の地をずっと守ってこられまして、そして、この先に受け継いでいこうとされていますこの須谷さん、あるいは千本目黒斎さんに、心から、敬意の意を表しまして、また、私たちあるいは皆様方が、身の回りの少しでも、選択をして、ちょっとでもいい世の中になっていくということを祈念をさせていただきまして、はなはだ簡単ではございますけれども、私からのご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。すみません、式の途中で、いらっしゃいました方々、まだ整理券をお持ちでない方はですね、こちらから東の方に向かって並んでいただいて整理券をお配りしておりますので、どうぞ東の方に、行って整理券を、手に手元にしていただきたいと思います。こちらの高瀬川の景色ですけれども、皆さん逸話でご存知かと思いますが、坂本龍馬がこの2階のこの出格子のところから向かいを見て鉄砲の試し撃ちをしたという逸話がございます。こちら今建物建っておりますけれども、京都はですね、北の京都の市役所、京都ホテルですね、京都ホテルのもうちょっと北の方に一の船入りというのもございます。高瀬川が、北から南に流れておりまして、そこから荷物を上げる、引き込むための船入りという水路が河原町まで伸びておりまして、でこちらは五の船入りになります。ちょうどこの今建物をずっと建ってますけれども、高瀬川から河原町までがずっと船入りで水路になっておりました。でこちらは材木商ですので、そこから木材を上げて、で水路の南側、ちょうど津屋と土佐藩邸の間に木場がございました。で南側で12月に役者が変わりますので、招きというのを、役者さんの名前を書いた招きというのをあげます。その招きを書くのもこの須谷の木場でございました。こちらはやっぱり木場ですので、そういう木にまつわる行事もたくさんございまして、ね、その船入り、10の船入りまであったんですかね、南にずっと8の船入りまであって、そういう水路を、巡る景色がこの辺りにずっと一面ございまして、ね、その景色、この特に須谷の前の景色を龍馬はとても好んだと言われております。で今こちらは建物建ってしまいましたけれども、また今日皆様一の船入りから他のところでも龍馬の行事ございますけれども、そういうところを楽しんでいっていただけたらなと思います。これから家の者から順に龍馬の慰霊にお参りをさせていただきます。特に今年はですね、須谷の歴史をずっと見守ってくださって、また龍馬が一応語りました木場龍太郎先生、こちらの須谷の景色を毎年お越しいただいて、年末年始京都ホテルに泊まられてたそうなんですけれども、毎年京都ホテルからこの景色をずっとご覧になって、そして須谷もお尋ねいただいて、須谷を守って、そして須谷が須谷であり続けることにずっと思いを寄せてくださっていました司馬太郎先生。奥様 の福田みどり様が昨日お亡くなりになられまして、追悼 の気持ちも込めて、今年は皆さんでお参りいただけたらなと思っております。では初めに十大須谷貨幣よりお参りをさせていただきます。
うちうちの親族を先に参らせていただきます。ご来賓のカード様お願いいたします。続きまして、この、スヤは財務省、それから水運を利用しました輸送業など、作業種にわたって事業しておりました。今は専門名目商会として、材木業を営んでおります。このスヤのスタッフも、一度お参りをさせていただきたいと思います。それでは大変お待たせいたしました。引き続きできましたら整理券の順番にお参りいただこうと思っておりますので、こちらお並びの皆様から順にお並びくださいませ。ご入場お願いします、ね、どうぞ。お参りいただきましたら、お戻りで献杯のコップをお渡しいたしますので、それをお持ちになってまた元の列のあたりに戻っていただいてお待ちいただきたいと思います。お酒召し上がれない方はお茶の方をお持ちください。お参りをどうぞ。お参り車来ました。お参りをお済みの方は順に献杯のコップをお持ちください。土曜日ということもありまして、朝からね、ここで献杯のご発声を高知県大阪事務所の徳田道則様にお願いいたしております。献杯は皆様おはようございます。皆様本当に27年にわたり巧妙な立派なお祭りを続けていただきました。本当にありがとうございます。
高知県人として本当に感謝を申し上げます。来年は、坂本龍馬の生誕180年ということでございまして、そのですね、精神がですね、ますます輝くようにですね、お祈りをしてですね、皆様と献杯をしたいと思います。お酒は茶漬けということで高知の地酒でございますので、ではご唱和お願いいたします。はい、献杯です。はい、ありがとうございました。そうしましたら、1番から20番の方々、2階の方にお上がりいただきます。靴袋を入り口でお渡ししますので、靴はご自分で袋に入れて2階に一緒にお持ちくださいませ。今日はですね、昨年から、模写をいたしました、龍馬がこの須谷のこの2階で、高知の乙部さんに書かれた5メーターの手紙の模写を展示しております。その他、やはり皆様に感じていただきたいのが、この須谷の、作りになっております木ですね。2階の、材木は、龍馬がいたその時のお母の木でございます。この建物、龍馬が関連した一家とされる、いろんな場所の中で唯一現存する建物になっております。その木の感覚、龍馬が吸ったその空気の感覚を皆様にもぜひ味わっていただきたいと思います。スイカを落とされた方がいらっしゃるようです。心当たりの方お申し出くださいませ。もしご召し上がりになれなかった方もちょっとこちら